抜き打ちダンス企画、いきなり踊らされてみた。よいしょ。早速こちらの方に来ていただきました、堤アナです。もうダンスといえばですよ、もう。いや、こんにちは、かんだてよ、こんにちは、こんにちは、かんだ。抜き打ちで、抜き打ちで、すごいの。今日もう堤さんは何も知らない状態で今こちらに来ていますけど、まあ、去年冒険をやって、あんなダンスできるならもう抜き打ちでもできるでしょ、まあ、いやいやいや、普段から踊ってるでしょってことです。踊ってないわ。動画を選んでいただきまして、できそうなダンスを選んで実際に踊っていただく、数分間だけ練習をして。数分間、数分間です。まあ10分じゃないですか、こんなの。このダンス10分で、これはちょっと難しそうです。厳しいよ。いや、全く、あ、これは大丈夫、これはいける、早い。あ、これは無理だ、もうこれは無理ですわ、これは無理です。この曲は知ってるんですよ。あ、曲知ってるのは大きいですか。曲知ってるのはすごく大きい。挑戦するんだったらこっちぐらい難しそうなやつの方が。あ、いや、そうですよね。はい、じゃあこれ、すごい。これはじゃん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 か。こうやってやってんだ、いつも。じゃんじゃん、え待って、足が難しい。もうすでに1分は経っています。嘘でしょ。わー、すごい。ここが分かんないけど、その細かいところはいいや。最初が分かんない、待って。家に帰りたい。焦ってますね、焦ってます、焦ってます、焦ってます。もう一個の、もう一個の方にしとけばよかった。場をつないでくださ い、 あ、はいはい、ありがとう。こんな真剣な堤さんもいいですね。なんかかっこいいですね。ごめんね、コメントに返信するよう言ってないわ今。ということなんで、期末試験前に単語、同じ単語を何回も読んでるからね。できてる、できてる。あ、すごい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 。楽しい。ちゃん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 、ちょっと待って、どうしよう。まずい、時間がない。残り1分です。じゃん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 か。あー、違えた。できてるんじゃない。どう、できてるんじゃない。ちょっと待って。あー、ここまでです。お願いします。限界です。これが精一杯です。許してください。いや、10分でこれです。10分です、10分。10分はちょっとやっぱり厳しいですね。まずやっぱり細かい動きがわからない、はい、その指がどうなってるんだろうとかっていうのを確認する時間が10分ではないので、はい、大まかな動きで精一杯でした。悔しい。いや、かっこよかったですよ。最初もさ、早すぎてさ、なんかこっち、何ですか。それは何ですか。抜き打ちダンスチェック。もう、なるほど、ヤマケンの指示なんですね。ヤマケンは何様なんだというあれですね。まあ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 、可愛い後輩の指示なんで。しっかりちゃんと踊ったのが 1,2 年目のそのモノマネやらせていただいた時なので、それ以来となるともう 2,3 年は踊ってないです。いや、これ絶対無理です。これこんなん10分でできない。これ見たことあります。いけなくはないけど、めちゃくちゃダサくなりそうですね、私がやったら。ここだけなんですね。簡単でも覚えられなかったら意味ないですもんね。これはもう毎日見ますね。
ないですか。これ一番多分可能性を感じますうまく踊れるとかじゃなくて可能性を感じてます。今自分の姿を鏡で見たら気持ち悪すぎて笑ってしちゃったんですけど。深いな。自分が想像してるのと実際の映像のギャップがすごそうって勝手に守ってます。かっこよく踊れるかはもう諦めました。え、これ一皿読み取りするかな。ひどかったらカットカット。まずお前を。はい、いきます。決まりました。なんかあれか、もうちょっとこう多分もっとやってもいいかな。みんなやればやるほどなんか気持ち悪いなんてことですか。それはちょっと良くないですね。ヤマケン先輩に対しての扱いが悪い。やばいやばいやばい。ピンチピンチピンチちょっと待って